んにちは。ジャシップのチーフプロデューサーをしています、ハンマーダルシマー奏者の近藤彩音です。はい、今回もですね、前回に引き続きクリスチャン・ペツォルトのメネットまた演奏してみました。1回目のねメネットを聴いていただいた方は、はあ、この曲がこのペツォルトのメネットなんだと分かっていただけたと思いますが、初めて聴いていただく方にもまたどんな曲なのか想像していただきたいので、はい、詳しくは話しません。ただですね、この1個目のメネットは、まあ、ネタバレしてしまいますと、蝶々ってね、明るいこうウキウキするような曲調だったんですけれども、2曲目のメヌエットは少し、まあ、暗い雰囲気になっています。1曲目と2曲目、まあ、対照的な音楽、そんな雰囲気ですので、はい、両方合わせて聴いていただけたらと思います。一般的にはですね、このメヌエット1と2、この2つセットでコンサートなどで演奏されることが多いんですけれども、今回はあえて別撮りさせていただきました。そしてですね、メヌエット1でもお話しさせていただきましたが、今回このメヌエットですね、本来鍵盤の曲ですので、鍵盤というとピアノを思い浮かべていただけるといいのですが、右と左手がありますよね。右手と左手で演奏します。で、ハンマーダルシマーはバチが2本しかないので、この右と左手の全部の音を一気に弾くということは 100% できないですね。なので今回は多重録音という方法でこのメヌエットを撮ってみました。右手を正面から撮っています。そしてピアノでいう左手を、私のここら辺かな、後ろからカメラを構えて撮ってみましたので、ぜひダルシマで演奏するとどういう風になるんだろうというところも合わせてぜひ見ていただけたらと思います。それでは聴いてください。